今回の任務も退屈だったね。もっと刺激が欲しいもんだよ。お兄ちゃんみたいなこと言ってる。任務を簡単に感じるくらいガーナが成長してくれたということだろう。はいはい。って、なんだいこの霧は。みんな、こんばん、出動、ミステリー案内人です。あら、自衛隊みたいなこと言うのね。昨今現世の世界情勢は荒れるばかりなので、私も自分にできることはないかいろいろ勉強しているところなんですが、今回はそんな荒れる世界情勢にエンドたちが巻き込まれていくお話です。それではどうぞ。くそ、何も見えないな。こんな声切り初めてだよ。こういう時は動かないのが鉄則だけど、弱ったね。彼らは殺し屋のガーナ・アルカラム、シュクレ・アルカラム、そして訳あって行動を共にしている殺人鬼、エンド。どうやら任務の帰りにノームに巻き込まれて動けなくなっているようです。今周辺をスキャンしてみたが、この先に大きな岩があるようだ。何もない場所に突っ立ってるより安全だね。とりあえずその岸壁を目指して進もうじゃないか。三人は慎重に前に進んでいくと、シュクレの言った通り、岸壁が現れました。そこでエンドは、岸壁に穴が開いていることに気がつきます。これって、洞窟じゃないのかい？助かった。この中で少し様子を見よう。よかった。こうして三人は、洞窟の中へと進んでいくと、洞窟の先から光が差し込んできたのです。もしかしたら洞窟の向こうは晴れているのかもしれないな。妙だな。どうしたの？僕の体内にはマップ機能も搭載されてるんだけど、この先は行き止まりと表示されているんだ。え？どういうこと？ま、洞窟を抜けたらわかることさ。そうしてゆっくりと洞窟から抜けると、そこには驚きの光景が広がっていました。一般市民の皆さんは早く地下鉄へ避難してください。逃げ遅れた方はいませんか？一体何事？っていうか、ここどこ？父さんたちがいた国とは全く違う。ここはおそらく日本だろうけど、僕たちが知っている日本じゃないね。どういう。ちょっとあなたたち、危ないわよ。早くこっちへ。とにかく彼女の言う通り、地下鉄へ走ろう。やれやれ、とんだ面倒事が起こったようだ。もしも日本が侵略されたら。何が何だか状況がわからないまま、エンドたちは女性の手引きで地下鉄のホームへと急ぐことに。道中には怪我で倒れる人や救助に明け暮れる自衛官の姿が。一体日本はどうなってしまったというんだ。あなたたちも運の悪い時に日本に来てしまったのね。と言っても、私たちもついさっきこの状況に遭遇したから、詳しいことは何もわからないわ。ユリエ！よかった！無事だったんだな！ケンジ！っていうか、何その外国人？ピエロ？ああ、これは僕の趣味だから気にしなくていいよ。趣味？この人は？私の恋人よ。今日は二人でお世話になった大学の教授に結婚の挨拶に来たの。そうしたら突然。なんだ今の音。まさか戦闘機？そんなわけ。なんだあれ、隕石か？まずい、逃げるよケンジ。おい、どうしたんだよユリエ。詳しいことはわからないけど、多分戦争が始まった。はぁ、あ、私が予備自衛官だってこと忘れたの？予備自衛官とは、普段は会社員や自営業、学生などそれぞれの本業を持ちながら、有事などの際には防衛召集や災害召集などに応じて自衛官として任務に就く非常勤の特別職国家公務員のことです。災害が発生した時、被災地で救助活動をする自衛隊の姿をニュースなどで目にしたことがあるでしょう。即応予備自衛官及び予備自衛官は、災害が発生し被災者の救助、
救援活動が必要になった時などに招集され活動します。なのでユリエも一通りの訓練は受けており、この非常事態をすぐに把握することができたのです。助けを待った方がいいんじゃないのか。それこそ自衛隊の到着とかさ。そんな悠長なことは言ってられないわ。敵が一番に狙うのは何だと思う？日本の防衛力をそぎに来るはずよ。街の崩壊。ユリエたちが地下鉄に避難していた頃、上空では衝撃的な光景が繰り広げられていました。映画でしか見たことがないような戦闘機同士の争い、ミサイル、そして赤々と燃える戦闘機が街中に落下していきました。街の人たちは一気にパニックに陥り、まさに地獄絵図。着陸した敵戦闘機からは銃を持った軍人たちが大量に降り立ち、あっという間に街制圧へと動き出したのです。そして首都高の非常時に即時展開する中央即応連隊が駐屯する宇都宮駐屯地では、何をしている、防戦一方じゃないか。追撃ミサイル急げ。このままでは迎撃間に合いません。着弾まであと10秒。こんな奇襲をかけてくるくらいだもの、向こうはかなり綿密な作戦を立てているはず。日本の駐屯地を潰しつつ町に戦闘機を着陸させて町を制圧するはずだわ。そうなったら何をされるかわからないわよ。捕虜ならまだマシ、最悪即死と思いなさい。でもどこに逃げるって言うんだよ。地下鉄よ。航空支援の受けられない地下は一般的に地上よりも制圧が遅いとされているの。きっと自衛隊や警察も地下に人間を誘導するはず。そして地下鉄へ猛ダッシュする途中、ユリエはオロオロしている外国人を見つけます。ちょっとあなたたち危ないわよ、早くこっちへ。ユリエ、他人に構ってる場合かよ。いいからあなたは先に行って、地下鉄までまっすぐ走るのよ。ひぃ、とにかく彼女の言う通り地下鉄へ走ろう。こうしてユリエは危険が迫る中、予備自衛官としての役割を果たし、ガーナたちを手助けしてくれることになったのです。そうか、君は若いのに予備自衛官とは立派だね。ピエロの服装もそうなんだけど、この喋るロボ犬は何なのかしら。僕は工学系の大学で教授をやっていてね、この子は僕が開発した AI ロボさ。よくできているだろう。日本にも論文の発表で来日していたのさ。よーくそんな嘘がペラペラ出てくるにゃ。そうだったのね。とにかくみんな無事でよかったわ。どこの国が攻めてきたのかわからないけど、狙いは日本人のはずだし、外国人のあなたたちを即殺したりはしないでしょう。わあ、ママ、どこ？ママ！畜生、いでよ。必ず助ける。さあ、頑張って。戦争の犠牲になるのはいつだって一般人なのね。その理由は明確さ。非戦闘員を攻撃することで自衛官は救出活動をせざるを得なくなる。そうすることで反撃を遅らせることができるだろう。こうしている間にも地上では非戦闘員を狙った殺戮が行われているはずだ。ケンジ、しっかりして。ほら、深呼吸して。大丈夫だから。極度の恐怖で吐いてしまう。それも人間としての摂理だな。日本は兵役義務もないし、銃の規制も厳しい。こういった血生臭いこととは、特に縁遠い平和な国だったから、その反動は凄まじいだろうね。状況を知るために、私も部隊に合流を。そんな、嫌だ！一人にしないでくれ！そうだな。いくら予備自衛官とはいえ、武器を持たない君が出ていくのは無謀だ。状況を知りたいなら僕が中継しよう。どういうこと？そう言うとシュクレは両目からビームを出し、壁に外の映像を映し出しました。この様子にユリエもケンジも驚きの表情を浮かべます。簡易の映写機だよ。さっき走って逃げるとき、外の防犯カメラをいくつかハッキングしておいたんだ。あなたたちは一体？
そんなことより、日本の自衛官は苦戦しているようだね。くそ、これじゃ前に進めない。前方注意、謎の正体が急接近。あれは、自爆ドローンだ。ひどい。でも作戦としては理にかなっているね。攻め込む地理や時間帯ごとの交通量もよく調べられている。なかなかできる指揮官がいるようじゃないか。おい、エンド、口を慎め。ああ、ごめんごめん、ついね。日本に勝ち目はないのかしら。どうだろうね。でも日本は今回のこの侵攻に関して事前にアメリカや他国から情報が回ってきていなかったんだとしたら、味方はどこにもいないということになる。いいえ、数日前から日本に対して何かしら敵国からアクションがある可能性があるとアメリカ政府が警告を出していたの。各国に渡航も中止するよう呼びかけていたわ。え？それでもみんな国外に逃げなかったの？平和ボケってやつよ。日本に対してしょっちゅうミサイルを撃ってくる国もいるけど、明確な被害を受けたことはなかった。いつも誠に遺憾であるでおしまい。だから今回もそうなんだと。誰もがそう思っていたと思うわ。平和ボケの代償は思った以上だったということだね。お、まずい。すぐこの場を離れるんだ。どうしたの？ドローンがこっちにも来る。無差別に一般人を吹っ飛ばす気だ。その時、轟音とともに日本のヘリが現れ、ドローンを破壊していきます。地上からの攻撃が機能しないなら上空からということでしょう。日本も必死の抵抗を続けます。なんだ、日本もやるじゃん。今のうちに地下鉄を目指すわよ。逃げろ！ミサイル接近！ミサイル接近！なんだって？全員その場に伏せるんだ。ミサイルを避けようとしたヘリがビルに接触、窓ガラスを破壊しながら低空飛行を続けます。その窓ガラスの破片は途端に凶器へと変貌するのです。ガーナ、エンド、あくまで僕たちの正体はバレないように。わかってるにゃ。はあ、こういう時ビル群ってのは厄介だよ。ガラスが街に降り注げばそれだけで凶器になってしまうからね。あの、助けてくれてありがとう。先に助けてくれたのは君たちだからね。恩は返すさ。それよりここから先、ユリエとケンジのメンタルが心配だよ。どういうことだよ。これから町には死体が溢れかえることになるからね。そう、エンドの言うように町には降り注いだガラス片によって体をズタズタにされた人たちが転がっていました。ドローン爆弾は日本のヘリによって迎撃され、被害を抑えられたようですが、ガラス片まで防ぐことは不可能。町は血の海となってしまったのです。無理もない。血と硝煙の匂い、なかなか強烈だろう。あなたたち、普通の人間じゃないわね。戦地の経験がなければそんなひょうひょうとしているなんて不可能よ。この状況で第一優先されるべきは君たちの命さ。生きて帰れたら僕たちについて改めて話そうじゃないか。生きて帰れたら、ね。ちょっと、興奮してきてるでしょ？抑えて！ああ、これは失敬。さて、生きるためにしなくちゃいけないことはたくさんあるよ。そうだな。お、ラッキーだ。防災バッグだよ。日本は震災大国だからね。避難する際に防災リュックを持って逃げてる人間が他にもいるはず。あるだけかき集めよう。今はもう夜だし、そこまで攻撃も活発にならないはずだからね。そうね、ありがたくいただきましょう。こうして周囲の亡くなった人々たちに手を合わせつつ、防災リュックを集めていくエンドたち。しかし動けなくなっている人物が一人。俺、
もう無理だよ。無理だ。何弱音吐いてんのよ。男のくせに情けないにゃ。だってその子の言う通りよ、ケンジ。ただ一方的にやられて死ぬっていうの？私は絶対に嫌。生きて生き延びてやるんだから。それに死んだら私たち結婚式できないよ。半年後にやるって約束したじゃん。分かった。やるよ。4人は抱えられるだけの防災リュックを持ち、ようやく地下鉄駅へとたどり着きました。目指すは都営大江戸線のホームよ。大江戸線？地下鉄の最深部で空爆の被害を受けにくいと言われているわ。大江戸線の駅には非常時に物資が集積されているという情報もあるしね。それはいいな。急ごう。めちゃくちゃ階段長いな。飛んだらあっという間なのに。飛ぶ？なんでもないよ。まだ着かないのか。大江戸線のホームってこんなに深かったんだな。ほらしっかり、もう少しよ。体力を振り絞り、大江戸線のホームにたどり着くと、そこには戦闘を逃れた市民や市民を誘導し指示を出す警察官たちであふれかえっていた。よかった、こんなにたくさん人がいる。意外だにゃ。もっと田舎とか郊外に逃げてるんだと思ってたのに。下手に動けばそれだけ命の危険が跳ね上がりますからね。ここで救援を待つのが最善でしょう。確かに戦地で民間人が丸腰で移動するなんて、殺してくれって言ってるようなもんだからな。もうダメだ。一歩も動けない。そうよね、休めるうちに休みましょう。防災リュックの中を確認してみて、まずは食料よ。ユリエに言われ、みんなでバッグの中を開けてみると、そこにはレトルト食品や缶詰、お菓子が入っていました。他にも、首都高災害に備えて蓄えられていた非常食のおかげで、駅に避難していた人たち全員がお腹を満たすことができたのです。おいしい！さすがジャパニーズ！こんなにおいしい非常食があるんだね！ありがてえよ。ねえシュクレ、僕たち流れでここまで来ちゃってるけど、どうする？元の世界線に戻らないとじゃないのかい？それはもっともだが、いきなり姿を消すわけにもいかないだろう。それにこの子たちも心配だ。見たところネットも使えないようだし、しばらくは助けになってあげよう。へえ、いざとなったら洞窟まで僕が強制的に飛んでいくからね。わかっているよ。それから数週間、地下での避難生活は続きました。次第に食料も減っていき、精神もすり減る中、戦闘状況がわからない避難民はどんどん口数も減っていくように。ねえロボケンさん、あの映写機もう一度見せてくれない？すまない、大勢の人の前で使うことはできないんだ。これができてしまうと軍の作戦に協力する必要も出てくるだろう。それはできれば避けたいんだ。僕らには僕らの事情がある。申し訳ないね。そうよね、無理を言ってごめんなさい。皆さん、支援物資が届きました。ご協力いただける方は一緒に物資の受け取りをお願いします。そう言われ避難民たちは歓喜。多くの人が警察の言葉に立ち上がり、支援物資受け取りのために地上へと上がります。しかしそれが地獄への幕開けだったのです。敵兵は物資を受け取りに来た民間人の虐殺を始めたのです。これは戦争における最大のタブーでした。おやおや、民間人虐殺を始めるとは。意外と作戦がうまくいっていないんだろうね。焦りが出ているよ。死ね！おあいにく様、君が地獄行きだよ。おい、エンド！なんだい？正当防衛だろ。それより生き残りは？ユリエさんは何とか守ったんだけど。おやおや。銃が乱射された時、ほとんどの民間人は死んでしまいました。
ユリエはガーナが何とか守ったようですが、ケンジは。ケンジ、ケンジ。痛いよ、ユリエ。ユリエ。運悪く、両足をかなりの弾数で打ち抜かれていました。立ち上がることはおろか、このままでは失血死で助からぬ命となるでしょう。すぐに自衛官を呼んでくるわ。手当てすればきっと、きっと。もう助からない、とは言えないね。私が呼んでくるから、ユリエさんはケンジさんのそばに。ガーナちゃん？危ない！ガーナ！ユリエ！あ、今のは一体？生き残りを始末したんだろうね。は？え？そんな、嘘よ。ケンジ。ケンジ！なんと敵兵は、虫の息だったケンジの眉間に銃を撃ち込み、とどめを刺したのです。エンドたちは、ユリエを抱え、その場を走り去りました。どうしてなの？敵国は随分と国民をいたぶりたいようだね。まあそれだけ強固な目的があるということだろう。外交的に譲れない何かがあるのか、日本から奪いたい何かがあるのか、どちらにせよ侵攻を受けているのは日本だろう。戦争に加担する国はいない。味方は増えていくはずさ。戦争なんて、本当、大嫌い。その後、それから日を追うごとに戦争の様々な情報が流れてくるようになりました。敵は日本に事前にサイバー攻撃を仕掛け、レーダー網を無力化した上で奇襲を仕掛けたこと。首都機能を制圧し、早期決着を狙ったところ、予想外に進行が滞っていること。さらに、同盟国であり、世界の警察であるはずのアメリカも、敵の核行使の脅迫により、武器や食料、金銭面での支援などは行えても、積極的な参戦は実質不可能。現代社会に核の恐ろしさを伝えたのは、世界唯一の被爆国である日本。その日本がまた核によって苦しめられているこの現状に、日本国民の誰もが絶望しました。日本は非核三原則を掲げており、核で対抗することはできない。仮初めの平和を享受してきた事実を多くの人が後悔したのです。その後、ユリエたちは地下鉄のホームへと戻り、じっと息を潜め生活。一週間後、多くの自衛官がホームへと現れました。皆さん、よく頑張りましたね。さあ、こちらへ。自衛官たちに連れられ、地下鉄のホームに身を潜めていた避難民は無事に救助されました。ここがタイミングじゃないかい？そうだね。この人の流れに乗じて、戻ろう。行ってしまうの。ごめんね、ユリエさん。私たちは行かないと。なんとなく分かっていたことだから。絶対生き延びてね。ケンジさんの分まで。負けちゃダメだよ。ええ、あなたたちに出会えたこと忘れないわ。本当にありがとう。こうしてエンドたちは最初に出てきた洞窟までの道のりを急ぎました。守る一般人がいなければエンドたちが敵兵に遅れを取ることはありませんでした。さて、そろそろ洞窟に。うるさ、何？あこれはさすがにイカれてるよ。二人とも早く洞窟に。閃光、爆音、突風によって洞窟の奥へと押し戻された三人。目を覚ました時には元いた森の中にいました。あれ？戻ってる？さっきの爆音、まさか。間違いない、核爆弾が投下されたのさ。核って絶対使っちゃいけないんじゃ。
あの戦争にどんな大義名分があったか知らないけど、日本から奪いたいものがあったというより、支配したかったということだろうさ。核を落とした国が復興するのに、気の遠くなる時間がかかることは周知の事実だからね。なんでそんな興奮してるんだよ。パラレルワールドとはいえ、絶対に見られないと思っていた光景を見られた。こんな貴重な経験、全身が震えないはずないだろう。気持ち悪っ。でもそうだよね。今スマホでニュース見てみたけど、そんなこと一つも書いてない。あの世界はこことは違う別世界だったのね。ゆりえさん大丈夫だったかな。その答えはわからないが、一つ言えるのは、戦争は絶対にあってはならないということだ。そして万が一に備えて、自国で戦い抜く力を蓄えなくてはならないということだね。うん、私も何かあった時、誰かを守れるように、生き延びられるように頑張るよ。恐ろしい世界。私骨なのに鳥肌立っちゃったわよ。こうしている間にも、世界では戦争が起き続けています。ですが、それは決して人事やフィクションの世界ではありません。いつ自分の日常が戦争によって壊されるかわからないということ、そしてそうならないようにどうすればいいか、そうなった時どうするべきか、一人一人が考え、声を上げていかなければならないのです。皆さんはこの動画を見てどう感じましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。それではまた、バイバイチー。あれから3ヶ月、パラレルワールドの日本ではまだ戦いは続いているようです。そして、撃て！ユリエはあれからも予備自衛官として戦線で戦い続けていました。日本の軍事費は世界9位。ですが、防衛兵力は圧倒的に不足していると言われています。自衛隊は予備自衛官など含めて総数25万人。他国は100万、200万単位で防衛兵を揃えており、戦車も日本の10倍以上を有するなど、その差は歴然。皆さんも、この平和を当たり前ではないということを、お忘れないように。